プロゲーマー系 YouTuber、チャマくんです。今日は僕が目標としている武道館でサッカーゲームのイベントをやるという目標に向けて、武道館に実際に行って視察、下見をしていきたいと思います。ぜひその模様をご覧あれ。パパー、しっかりとね、対策をしていきたいと思います。はい、どうですか。36.6! どこ行きます？あ、武道館ですよ、今日は。そうか。アラちゃんちょっと意識が低くないですか今の。毎日毎秒考えてます？いや、あのね、結構ぼやっとしてた、ごめんなさい。いや、ダメですよ、やっぱ俺は、俺たちは武道館に立つんだって。そっか。絶対武道館に立つんだっていう意思 で、はい、思いのほか、あのリアクションがすごいあったからさ。あ、はいはい、ありましたね。ちょうどコメント全部読ませてもらったんですけど、はい、そう考えるとやっぱ武道館に立つっていうことを、うん、まあ一つのハードルというか、かっこいいと最初にした人すごいですよ。そんなんだって、レート戦とか大したことないでしょ、そんな考えたら。規模がね。ね、うん、一般の人にね、僕、ウイレート戦ですって言っても、はぁ、みたいな。まあなんか、言い方、なんかニュアンス的にすごいのかな、みたいな感じになりますけど、うん、どんぐらいすごいのかわかんないみたいな。だってその辺の音楽とかやってない普通の一般の人たちというか、武道館でやるのはすごいよなって思うわけじゃないですか。そうだね。はい。何が必要なんですかね、立つためには。はい、まあ、でもまずはもう少し知名度というか、はい、いや、そうですよね。広がってほしいよね。だからまあチケット代とかもちろん取らないですけど、うん、まあ、交通費を出して飛行機とか電車新幹線で集まって、うん、こう見に来てくれる、うんうん、ようにしないといけないですよね、うんうん、数千人を。だ、いつになるか分かりません。そんなすぐではないでしょうけど、うん、なるべく早く、ね、先にね、やられるの、梅原とかに。ね、もしかしたら元気漏れたかもしれないですしね。そうだね、うん、先にやらないと意味がないんで、だ、そこにね、立つために頑張りましょう。そうだね。はい、武道館来ましたよ。ただ、アラちゃん、一つ目の難関がもう僕の前に立ちはだかってます。何何？見てください。歩道橋です。これデブに歩道橋はちょっときついんで、途中ちょっと休憩挟みながらですけども、ベストを尽くしていきたいと思います。バー休憩？早くない休憩も。アラちゃん、ちょっともう次から椅子用意しててください。すぐさっと起きて。まだ10段ぐらいしか来てない。プロゲーマーたるもの、やっぱ今問題になってるんですか、プロゲーマーの肥満と、なんかあの糖尿病とかが。ネガティブな要素ばっかりじゃん。いや、だからそこもやっぱ払拭 していかないといけないですよね。そうだね。なんで痩せなかったかというと、プロゲーマーって食えない、食っていけないじゃないですか。そうだね。こんだけ太れるんだぞみたいな。だから途上国と同じ発想ですよね。プロゲーマー国は途上国なんで、これから、はい、発展していくぞ。そんな中でもサッカーゲームやれば食えるぞ、こんな太れるぞって。ほらほら、あ、ちゃん、ほらほら、綺麗に見えますね、ここから。玉ねこ、ちょっと軽くおばあちゃんみたいな。おばあちゃん、どういうことですか、おばあちゃん。ちょっとこう優しく階段降りてくる。後ろじゃないですか。警察いますよ、警察。一番俺苦手なやつだから。あ、でも武道館の警察官じゃないですか、あれ。違うんですよね、専用の。もしかしたら警備とかしてる。ほら、パトカーあんなとこ止めて。あ、俺がグランドセフトオートのプロゲーマーだったらもう盗んでいってますよ、ほんと。ウイレのプロゲーマーでよかったですね。そうだね、パトカーで武道館狙ってみた。あのヘリのとこからビョンって飛んでますよ。もうなんか自体がかっこいいですね、フォントが。そうだね、日本武道館。これか、ここに並ぶわけでしょ、チャマキッズが。列をなすんだ、うん、すごい、すごい絵面だ。かっこいいですか。
この感じだね。レストランあるじゃないですか。食レポする？食レポ入っていいんですかね。どうかな、食レポ。武道館オムライス玉ねぎ乗ってます。一口いただきます。これ多分西控え室ぐらいのところですよね、これ。うまい。かわいいな。ちょっとイベントやったら控えず、これ出前取りますわ。武道館オムライスもらってきてみたいな感じで、うまいっす。はい、茶碗でございます。今武道館中入ってきて、事務局の人に話聞いてきたら、やっぱり中の撮影はちょっと難しいということで、その人との会話は取れなかったんで、今外に出てきて話してます。でやっぱりあの武道館を借りるとなると、プロモーターなんかイベントの、こういう武道館とかでイベントをしたことがある実績のある会社を途中間に立てないといけないみたいな。で最近はあの活動してるんです、あの10月1日から始めてて、一発目にやったイベントは空手の大会だったそうです。で2発目、音楽とかコンサートで一発目に、まあ、この復帰後最初にやったのは、あの元ジャニーズの錦戸くんが無観客の、ライブ配信をやったそうです。で12日にハロプロをやったって言ってましたね。その話聞いて、やっぱ武道館すごいんだなって思って、ここでやりたいというモチベーションが湧きました。で、ゲームのイベントとかもやりたいですみたいな話をしたら、まあ、そんなになんかその拒否反応とかもなかったんで、ちゃんと準備さえできればできそうですということで、モチベが上がった。どうでしたか、アラちゃん。まあでもやっぱり日本のっていうか、うん、国の管轄だから、はい、普通のそのイベントやるよりは厳しいというかね。そうですね。敷居がちょっとやっぱ高かったですね、うん、下手したらちょっとなんかこう下品なバンドとかでは出れないみたいな空気ありました ね。その人気とかお金があっても、うん、武道館でゲームのイベントとかあったらどう思います？盛り上がっていいんじゃないですかね。ああ、そうっすか、はい、いいですよね。コンサートとかばっかりじゃないですもんね、そういうのって。そうですね。運転手さんはゲームしますか？ダメなことしないですか？そうですよね。すいません、変なこと聞いて。いえいえ。さあらちゃん、なんかあります？そうだな、はい、でもあれだね、日本武道館、もちろんその最終目標は武道館なんだけど、はいはいはい、もう少しその、はい、なんていうの、キャパをもうちょっと、うんうんうん、ちょっとサイズ感をちょっと、もうワンサイズ、ツーサイズぐらいのとこから始めるとして、うん、はい、もう一個手前の目標もあってもいいかもね。確かに。だから、まずクラブイベントとかだったと考えたら、あ、なるほど、道玄坂とかの、はいはい、あの辺の、いっぱいありますよね。クラブ。うん、ぐらいからでも、はい、かもしれないけどね。確かに。まあなんか新宿とか渋谷とかの、あと下北とかライブハウスとかもあるじゃないですか。そうだね、ライブハウスとかも。まずはね、一発目そういうとこでももちろん、うん、一回やってみるっていうのは大事ですもんね。そうだね。うん。今の規模感だと多分その人数でもなかなか集めるの、ね、いや、つまんないですね。大変だと思う。多分、はい。100人を集めなきゃいけないんで、うん、なかなか一発目難しいですよね。だったらもう、そういうとこやらずに、うん、もう熟さして熟さして武道館バーンの方がいいのかもしれないですよね、うん、まあ、ちょっとその辺は戦略を練って。そうだね。あの受付のね、上品な女性いたじゃないですか、武道館。はいはいはい。もうやってやってみたいな、やシャマ君やってよみたいな、武道館でお願いみたいな言わせるぐらい人気者になりましょう。